こんにち立花隆さんねねとととってももかかりやすすいいいい解説と、うん、頭がいいと言えるしなで私は、ね、橘隆さんの動画をバーッと見る時にいつも思うのが立花隆さんが心を込めて力を込めてお話してくださる YouTube のトークっていうのがもう本当にいっぱいありますよね。いっぱいあるんですけども逆に言うとですねその見るたんびにあ世の中の人はこういうこと知らないんだっていうふうに感じるんですよ。 まあ放送法についてもそうですしえ多くの方が放送法というどこででも誰でもこアクセスできる根っこの情報に触れてないんだとかね。で触れたにしても湾曲して誤解して勘違いして、えーまあ、自分のね、えー、中に落とし込んでるんだなと思ったら本当になんかこう恐ろしいなと思うんですよ。うん、あの 世の中にあるすごくシンプルな法則とか決まり事とかルールっていうのはあると思うんですけども、全然その自分の身を置き換えた時に沈分寒分な勘違いをしていたりとかするなぁと思うんですよね。だから逆に言うと幸丸隆さんは最もシンプルに根っこにある情報を読んで見ているのかなって言うんですよ。で私のところでもね、たくさんのまあのご質問がいただける、まそれはあるんですけども、 あのシンプルに利用規約を読んだら分かることばかりを聞いてくるんですよね、まあ、それでもういいんですけどもまずは利用規約を読んでない利用規約を読んだけども勘違いしているこの2つが主な私の回答なんですよ、うん、だから読めば分かる、うん、しっかりと読めば理解できるこのぐらいで終わってしまうんですよね、うん、だから本当のなんか悩み事とか相談事っていうのはあんまりなくって、うん、そこに尽きるとで多くの方はまた法律を見てない 法律を学んでないだからいろんな誤解とか不具合が起きてるのかなと思うんですよ。まあ、消費税の増税にしても何でなのかを理解してないとかね。それからその消費税の増税に伴って今度インボイス制っていうのが始まりますけどもこれについても知らないもしくは誤解してるっていうところでね。うん。まあだからこそお、まあ、解釈というよりも書いてある内容を読んであげるだけで大体理解できるんですよ。これから読みますよ。利用規約はこうです。 いかがでしたかって言ったら、あそういうことなんですねって言うけど、いや、最初から読めばいいじゃんって話なんですよね。さあ、それでですね、えー、ここからは私があお話したいことの、そのお金の勉強ですよね。お金の勉強っていうのを学校で受けたことがないよとか言う方たくさんいます、えー。皆さんどうですかね。吉谷さんどうでしょうか。学校でお金の勉強ってしました私はね、お金の勉強、小学校でしてるんですよ。 で、えー、もう受けた勉強っていうのは23分です。どんな内容かというと3つに集約されてます。まず1つ目。障害年収はは億円ぐらいいいだよっていうにうに先生に聞きました、はい、私これうのみにしましたね。そのくらいなんだろうなと思いました。で今度は定年退職が60歳ぐらいでありますと。そこからは第二の人生ですと。いうことも聞きました、はい。3つ目。月収っていうのは自分の年齢とイコールぐらいをモデルにしたらいいよっていうふうに聞きました。30歳なら月収30万。 40歳なら月収40万ですよね。この3つを23分社会の授業の合間にパパパッと聞いたんですよ。これが私のお金の勉強の全てです。いまだにこれです。これ以外はあんまりお金の勉強と言えるものはねしてないです。どうですかこの23分の3つのポイント。聞かれたことあります <laughs> でまずね、えー、と3億円の障害年収ということなんですけどもこれ20歳から60歳まで働く40年で割ると多分ね年収750万というモデルができるんですよ。 なるほど。年収750万で20歳から60歳まで働くと、あ障害賃金3億円なんだっていうような勧告ですね。これ小学校5年か6年の時に、えー、3億円っていうのを聞いて、パッと割り算したんですよ、うん。それから定年退職ですよね。定年退職を60歳でして、それから90歳まで生きるとしたら30年あるなと。じゃあ30年のうちに年間400万円ぐらい使うとしたら、1億2000万円いるなっていうふうに考えたんですよ。 そして差し引き3億円から1億2000万引くと1億8000万が20歳から60歳までに使うお金なんだろうなっていうふうに考えたんですよね。で次月収のことです。月収イコール年齢ってことは20歳で月収20万そして40歳真ん中ぐらいでね月収年収で480万でえっ、ー、と退職ギリギリ60歳で年収1,200万かと思ったんですよ。これね平均するともうお分かりだと思いますけども。 年収480万平均でずーっといけば20歳から60歳までずーっといけば月収イコール年齢をクリアしたのと同じになるんですよ。でここで気づいたんですよまたね。あれってことは月収イコール年収でずーっといくと確かに終わりは1,200万の年収だけどもあれあれ年収平均750万とされる障害賃金3億円いかないじゃんと思ったんですよね。ここれがだから小学校5 6年でで考えたことです まあですんで、月収をもらっていたら、ああダメだなと思ったんですよ。3億円に行かないな。そしてもう一個、人生のなるべく早めに3億円を手に入れれば、その後の人生ってのは天然退職だなと思ったんですよ。だから終身雇用っていう考え方は、どっちかっいうと邪魔だなと思ったんですよね。3億円あるのに、その後も働かなくちゃいけないのと思ったら、私は会社員でいることの意味を全く考えられなくなったんですよね。これがだから小学校5、6年で、えー、私が受け取ったお金の勉強のすべてです。 先生が言ったのは3億円定年退職、それから年、えー、月収イコール年齢だけだったんですけども、私の脳の中ではぼーっとしながらパパパッとね、えー、まあ、5分ぐらいでこのくらいのことを思って、それからというもの、同じことを今でも考えてるんですよ。それ以外はあんまりお金の勉強ってのはないですけどもね、皆さんはどうでしょうかね、もっともっと特別なことをお金の勉強ではしなくてはならないのかなっていうふうな気もするんですけども、私には必要なかったかなと。 逆にこれ以上低いレベルのお金の勉強ってのもないだろうなと思うんですよ。うん。3億円定年退職それから月収イコール年齢、うん、これ以外はいらないのかなと。これ以上もいらないし、これ以下でも役に立たないしって感じですよね。えー、どのような感じなのかまたね、聞かせていただければ幸いでございます。